サッカー界では、日本が世界に誇る異彩の死を悼む声がやまない。現地3月10日、アルゼンチンリーグのインデペンディエンテ対リーベルプレートの試合前のウォーミングアップ中に、日本のアニメファンには聞き馴染みのある有名な音楽が鳴り響いた。今月1日に急性硬膜下血腫のため急性、去年68、した漫画家の鳥山明さんの代表作である、ドラゴンボールのアニメ版のオープニング主題歌、 チャラヘッドチャラのスペイン語版が流された。この場面を現地の日刊スポーツ新聞、オーレの公式 x 旧ツイッターが共有。文面には、ドラゴンボールのチャラヘッドチャラがウォーミングアップ中のスタジアムに鳴り響いた。これは、エポックを隠したドラゴンボールシリーズの生みの親であるアキラ取山氏が先日亡くなったことを悼み、同志を追悼するものだったと説明している。 スペイン語版でもサビの部分は日本語とさほど変わらないため SNS 上のコメント欄には海外のサッカーファンを中心に感動の声が寄せられている。これはテンション上がるわ。ドラゴンボールのテーマ曲が地球の裏側まで流れているとは知らなかった。影響力が半端ないな WW。日本人として本当に誇らしい。まさに世界中に愛される作品。ドラゴンボールは永遠なり。 試合が行われた同日には、首都ブエノスアイレスで亡くなった鳥山氏を追悼する集会が開催された。主人公の孫悟空、少年時代の孫悟意、修正のライバルであるベジータのコスプレ姿をしたファンが体制集結し、元気玉、や、カメハメハ、といった定番の必殺技を繰り出したり、アキラ、アキラ、と原作者の名前を大合唱する異様な状況だった。 同国では1990年代の中頃にドラゴンボールのアニメ放送がスタート。以降は世代を超えて愛される大人気作品になり、今も熱狂的な支持を受けている。未だにサッカー界から哀悼の意が表されるほど、偉大な功績を世の中に残した鳥山氏。その影響力には、ただただ脱帽するばかりである。